クリエイトし続ける、これはね資源のない日本人の宿命だと思いますよ。全部を見直した、何が実現したいか分かってんだから、世界一のエンジン作るっていう、それだけですよ。今回のモノ作り革新、あるいはこのスカイアクティブテクノロジーにおいては 30% 燃費を良くするという、実際に商品として世の中に出したらきっと変わると世の中で、我々はそこをブレイクスルーしましたから、いつもリードしている。そのためにはより進んだものをいつも生み出していく。スカイアクティブエンジンも同じです。